アスゴリゴリアスゴリフーということで始まりました。はい、お願いします。アスゴリチャンネルです。本日はですね、はい、なんかニュース見ましたよ。ビッグニュース。ビッグニュース。はい、サスケがなんかオリンピック種目になるみたいな。ね、僕 LINE とか来てる、うさこすごいやんみたいな、追い風ちゃうみたいな。あれ何？テレビ番組が、はい、スポーツになるんですよ。これ実現したらこれめちゃくちゃ楽しみやな。見るな。近代五種っていうの書いてたけど、はいはい、近代五種っていうのは何があるの？僕ちょっと調べたんよ。あんまり分かってなくて、はい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 、正確に。じゃあ馬術、ほう、水泳、はい、でランと射撃、フェンシング。おお。の五個。え、ほんでそれが五個がサスケになるの？五個の馬術がサスケに変わるらしい。はい、サスケに変わる。そう。っていう案が出てる。そう、案が出てる。面白いね。面白い。サスケ。これさ、どういうエリアになると思う？クリフハンガーとか入ったら、うん、日本人有利になるよね。もうだってあれってもうサスケに特化してる、サスケでしか見れない競技だ、うんうん、あれって。むしろサスケ今やってる人らは入ってくれって思ってるぐらいだね。ああ、そうだね。俺出れんちゃうかみたいな。はいはいはい、はい、そう。まあただちょっとこれ予想してみます。はい、まあサスケの部分だけちょっとどんなん入るか考えてみましょう。俺は、はい、もうパッとその聞いた感じ。はいはい、思ったのはもうやっぱりサスケのファーストステージ。ああ、なるほどね。なんかあれってやっぱり総合力試されるやん、うん、でさ、ずっと馴染みあるやん、うん、やっぱ一番俺らが見てるのって、うん、ファーストステージやん、うん、確かに。そり立つ壁、ね、ドラゴンスパイダー、ドラゴングライダー、あ、ドラゴングライダー、なんか総合力が問われるというか、で、このこんな押したやつあるやん、うん、タックルとか、タックルとか、あれもパワーがいったりさ、なるほど、ね、スピードがいったりさ、うん、そのドラゴンのやつもジャンプが必要やったりさ、うん、なんかいろいろ試されるから。クリフは正直ない100% 言い切ったね、うん、まあ、じゃあ運転かな、シンプルに。運転とか全然あるんちゃう、うん、まあ、じゃあクワッドステップしていいね、飛び移って、はい、なんか運転みたいなんして、はい、で、なんかジャンプするんかな、ジャンプして、あ、ドラゴングライダーはないんちゃう。まあちょっとあれも、ね、あれもそうやね、あれも難しい。どういう感じなの？あ、これスパイダーとかありそうじゃん。スパイダーはありそう。スパイダーやって、あとなんか入ってタックルして壁みたいな感じで、水のやつもないと思う。水泳があるから。ああ、そっか。そうだから水系は多分ないんよ。あの、ほんまや。そう、リバースコンベアとかありそう。リバースコンベアはあるかもしらんけど、ね、めちゃくちゃ金かかるでしょ、あれ。確かにでもこれ結構考えたら、まあ、だからそういうの入れてたら結構心配くるよ。急ぐ中でスパイダーやって歩幅前進して、うん、タックルして壁とかやったら近代五種地獄やね。めっちゃきついんちゃう。で、陸上 800m らしい。水泳は 200m。 やばいよ。水泳200で 800? これどれくらいの休憩あるか知らんけど、でそこにそのサスケのしんどいの入れるってなったらやばいね。でも近代五種でいうとイサはやっぱり10種で、まあ、オールマイティやん。まあ、確かにまんべんなくやってる。っていうことは水泳はいけんの？水泳は小学校の頃一応選手コースをやったから。お、まあ、筋肉ついてるから、まあ、ちょっと脂肪に変えたら全然速く泳げる自信はある。あるんじゃない？え、マジであるというか、その 目指すっていう考えはあるん？いや、今んとこないよ。二刀流今んとこないよ。ないよ、ね、今んとこやっぱ陸上しっかりやりたいから。15種になるもん。そう、15種になるからまあでも2028年らしいよ。あ、そうなん。陸上が2024引退するから、まあ、そこの時に引退して自分が何やりたいかかな。その選択肢には入ってしまうよね、必然的に。これは楽しみですな、うん、ということで、まああれですか、結果としては最終決断としては、はい、コースとしては、まあ、僕らの見解としては、まあ、ファーストステージより的なね、はい、でクリフハンガーとか絶対入らんと、はいはい、という予想で、はい、まあ、皆さんの予想も教えてほしいですね。そうですね、はい、これ何が入る、いや、これは入らんやろみたいな、はい、まあ、クリフハンガー入らんと思った人は、入ると思ってる人はバッドボタン押してください。そうです ね入らんやろ、ね、僕らに賛同してくれる人はグッドボタンお願いします、はい、なるほど。これでちょっとどういう皆さんが ね意見を持ってるか知れるので、はい、はい、ということで、まあ、コメントもどしどしお願いします。待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。